これチャーシュー、ミートボール、卵焼き、この、来ました、これ中華そば。これ中華そば初めて。後ろを見てどこに来たかと分かる人がいれば、それはこの町の KO だと住人じゃないいやでもまだで分かりますかね、このトラヤ、これ分かるね、トラヤって、トラヤです、トラヤですね、はい、もう答え出てます、今日はトラヤということで久々にね来ました中華料理屋さんということで、ここはね定食が有名ということで、初めて、いやいや3年ぐらい前に行けて、もう3年ぶりぐらいかな。ああマジですか。ちょっと僕も多分2年3年ぶりかなということで、ちょっと今日はここに行こうかなと思います。それでは始まります。ありますね、安いな、サービス来ました、これ中華そば、中華そば初めてなんですよ。ここの、やばいわ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おやば。うわ、これです。これチャーシュー、ミートボール、卵焼き、この八宝菜でライスとスープです。やばい、天津飯の卵みたいないい味が。なあ、美味しい、これ。うん。え。うん。ね。いや。この卵がめっちゃ美味しい。美味しい。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました、ぜひチェックしてみてください、よろしくお願いします。どうですか、なんかザ・屋台ラーメン、昭和ラーメン、うん、二日酔いにちょうどいいな。うまっ、このごちゃ混ぜ感がいいんだろうね。あ、いや、分かるわ。うん、ラーメンのスープかと思いきやちゃいますね。ごま油の感じとかちょっと中華系の部分が強いですね。あ、これはお感じ、こんな感じなのね。
ごちそうさまでした。どうです。はい、どうでした。いやー、うまかった。違う、お腹いっぱいですね。なんか満足度がある、なんかいい感じでね。なんでこのお持ち帰りメニューがあるということで、ちょっといいですか。ちょっと開いてもらって、開くメニューがあって、まあなんかこんな感じでいろいろあるわけですね。卵スープとか、他にも餃子とか、若干値段がどうなの。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、岡山県倉敷市水島東時和町にあります、中華料理屋さん、虎屋さんにねお邪魔させていただきました。こちらなんですが、倉敷市水島の創業60年以上の、老舗中華ということで、ここのね周辺に住んでる地元の人以外にも、いろんなね場所から、いろんな県からもね訪れる人が多いほど、こちらのお店人気なんですよね。まあ A 定食、 B 定食、 C 定食あるんですけど、まあそのコスパ的とか、まあそういうのを含めまして、考えまして、あの B 定食が一番有名ということで、皆さん B 定、 B 定と言ってるんですけどね。はい、というわけで、まあ、B 定食の内容が八宝菜で、肉団子、焼き豚、卵焼き、スープ、ライスということで、で、まあ、さらにね、もうちょっと食べたいっていう人は C 定食かなと。で、多い、ちょっと多いなっていう人は A 定食ですかね。はい。というわけで、こちらの営業時間なんですが、11時から、お昼、夕方、15時まで。で、そこから、夕方の17時から22時、ラストオーダーが21時半までということになってます。定休日が、毎週水曜日ということで、こちら倉敷市水島、東時和町12-16ということで、水島臨海鉄道時和駅ですかね。そこで降りていくこともできますので、皆さんぜひ行ってみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。